こんにちは。整体のニコニコセンターです。本日も動画よりありがとうございます。ということで今日はですね、膝痛ですね。膝の痛みについてお届けしようと思っております。まあ、膝の痛みがですね、この着地するとき、ね、歩いてて着地をします。ね、足が地面につくときね、着地するときとか、あと階段で着地するときに、痛いと。ね、膝の痛いというときの対処法についてですね、今日はお届けしていきたいなというふうに思います。ではですね、この着地するときに膝が痛くなると。地面にね、足がこうついて、体重がこうぐーっとね、かかってきますよね。足にかかってきます。そのときに膝がね、痛くなってしまうと。これはですね、何が問題かと言いますと、まあ、いろんな問題があるんですけども、今日はですね、その中でも、大きな問題となってですね、主要な原因となるものを今日お届けしようと思うんですけども、ですね、中殿筋ですね、中殿筋っていう、まあ、この辺にある筋ですね。お尻の横あたり。この辺にある筋。ここがですね、着地した時に硬くなるんですね。で、そこに緊張が入ることによって膝が痛みに、なりやすいので、今日はですね、その中殿筋、ここをですね、改善していく方法をね、ストレッチをお届けしていきたいと思いますので、まあ、気になる人はですね、まあ、見ていただくといいのかなと思います。なので、膝が痛いとね、膝をいろいろ対処したりとか、あと骨盤をいろいろ対処します。で、その時に、結構抜けがちなのが、この骨盤の横ですね。ここの、まあ、中殿筋っていう筋肉ですね。ここが硬いままだったりするとですね、いくらこの股関節とか骨盤良くしたりとかね、あと膝いろいろ対処しても、やっぱりこの着地の時のどうしてもその痛みが抜けきらないと。どうしても最後ちょっと残っちゃうということが起こりますので、今日はですね、その辺を改善していきたいなというふうに思います。では、中殿筋ですね。これを、まずね、どんな、筋肉なのかと言いますとですね、これちょっと図をね、見ていただいた方がいいと思います。まあ、お尻の筋肉です。お尻の筋肉っていうのは、まあ、大殿筋っていうこのでっかいね、お尻の筋肉。これが、まあ、こんな、ここら辺についてでっかい筋肉。これ大殿筋と言います。これ大殿筋ね、大きいやつですね。で、その次が、中殿筋っていうね、中くらいのやつが、その大殿筋をペラッとね、めくったらこんなのが入ってます。中殿筋です。こいつがまあ問題となっているんですけども。で、これがまあ二つに分かれてるんですね。これ二つに分かれてます。で、まあこの股関節ですね、ひっついてるんですけども。で、さらにめくるとまあ小殿筋っていうのがあります。ちっちゃいやつですね。さらにペラッとね、中殿筋めくると小殿筋があるんですけども、今日はこの中殿筋ね、真ん中のやつ。これをね、やっていきたいと思います。で、これが、骨盤についてます。ね、これが中殿筋がなんでこうダメなのかって言いますと、この中殿筋がこの骨盤の横のね、ここから、この股関節の横に大転子っていう、この、ここにね、ここにピュッとついてるんですね。ここが、着地した時に、まあ、緊張しやすい人は、緊張しちゃう人は膝が痛くなるんですね。例えばこう、つきました。見えない。見えないね。見えないですね。ここね。着地して、つきました。つくときに、足がね、こうなったりね、足がついたときに、こうなったり、こうなったりしたら困りますよね。だから、こっちの内側と外側で、ある程度こう緊張がちょっとね、ちょっと入って、それで足がこうぐらぐら横にね、ずれないように着地したときにしてます。で、そのときにどうしてもね、こっち側、外側入りやすい人がいるんで、この、倒れないね、こう。こっちが緊張しないと、こう、こっちに倒れちゃってるんですね。なので、ここを緊張させることによって、こうなるのを防いでるんですけど、これが強すぎるとですね、膝をですね、内側にこう曲げちゃうんですね。なので、こっちがね、緊張しやすい人は、上げた時に、膝がね、ちょっとこっち外側に向きやすいです。で、着地した時に、その影響で、内側にこうやって入ってくるんですね。ほんで、膝が痛くなりますので、ここをね、ちゃんとしっかり緩めていくことが大切に、なってくるわけです。なので今日はね、その方法を今からお届けします。これですね、寝っ転がって簡単にできますので、ぜひですね、あなたもその動画を見ながらね、やっていただきたいと思います。まず、こういうふうにね、仰向けに、寝っ転がります。寝っ転がります。で、寝っ転がりましたら、こんな感じね、寝っ転がってきます。で、寝っ転がりましたら、どっちでもいいんですけども、こんな感じで、ちょっとこっちね、片端曲げていただいてもいいので、こんな感じで、ね、間違えました。まずこっちね、片方曲げます。で、こう倒しとくんですね。
倒した状態で、倒してない方ですね。骨を、こう、ゴロゴロね、体を転がしながら、こんな感じで、ね、ゴロゴロっていくんですね。こんな感じです。で、行けるところまで行ったら、こっち足曲がってるんで、途中までしか行けないと思うんで、行けるところまで行ったら、そこで、だらーっとします。だらーっとすると、さっき言ったこの中殿筋、こっち側ね、ここら辺になんかね、ストレッチがかかると思うんですね。こんな感じでやると。だらーっとします。だらーっとします。だらーっとしたら、またゴロゴロしながら戻していきます。戻すときに大事なのは、この、こっちの膝ですね。こっちの膝が、地面から浮かない。これ浮かないように、こう、つけたままね、この時もついてますから、つかないぐらいで元に戻してください。なんでこれ完全にこう、仰向けまで行っちゃうと、膝がね、ここ浮いてくると思うんで、それ行き過ぎです。なので、もう膝が浮かないぐらいまでね、戻します。途中までですよ。で、ここが硬い人ね、この中殿硬い人あんま戻せないです。ちょっとしか戻せないと思います。で、ここが浮かない範囲までまた戻したら、まあ、もう一回ね、転がっていきます。ゴロゴロね、転がっていきます。転がっていきます。で、だらーっとします。で、またね、ゆっくりゴロゴロ落としていくんですね。で、これまた浮かないぐらい戻します。で、やっていくとだんだんですね、仰向けに、だんだんなりやすくなるんですね。浮かないようにして戻していっても、だんだん戻す範囲がね、広がってきます。で、そうすると、このまあ、中殿筋が緩んできたと思っていただきたいんですけども、だんだんこれがね、戻しやすくなってくるんですね。戻せるようになってきます。だらーっとして。とにかくもうだらーっとしたまま転がっていくだけです。ゴロゴロ、ゴロ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 って、ゴロ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 と転がっていくんです。だんだんこういう風に結構仰向きに近いところまで戻せるようになってきますので、これはね、個人差ありますから、中殿筋めっちゃ硬い人はですね、すぐにはもう戻せないと思います。あんまりこう、仰向けに近い状態までできないと思いますので、そこは慌てずね、やっていただくといいかと。で、最後はまあちょっと浮いてもいいんで、仰向けまでなっていただいて、でね、足伸ばします。で、そうすると、こっち、ね、下敷きになっててね、足曲げてた方のこっち流しですね、こっちの方が、そっとね、伸びてきて、ペターっとね、地面についてきます。で、しかも、こう右と左のここね、横のさっき言った中殿筋のとこ、ここを感じていただきますと、ストレッチかけた方は、なんかね、スッキリしてます。こっちはなんかね、硬い感じ、ちょっと張ってるような、横にブワッとね、広がってる感じがすると思うんですね。こっちはなんかすっきりきて、シューッとね、伸びてる感じがすると思うんですよ、まっすぐ。ね、足もね、まっすぐな感じがすると思うんです。こっちちょっとね、外にこう引っ張られて曲がってる感じすると思うんですね。っていう風に中殿筋が緩んでくると、足もですね、まっすぐなってきますし、膝も緩んできますし、で、かつ、ここが緩んでくるんで、こう、歩いた時にこの、膝がですね、ぐらぐら内側来たり外側来たりしなくなるんですね。なので、歩いた時に膝が痛くには出なくなるということになりますので、もしこれやって、ちょっと膝の痛みがちょっと引くなと、ちょっと楽かなという感じでしたら、中殿筋が結構原因となってますので、これをね、繰り返しやってあげます。やってあげるとまたね、またさっきよりいいなって感じになりますので、そのちょっといいなっていうのを繰り返していきますと、だんだんこの中殿筋がね、緊張せずに、着地できるようになりますので、そうすると、膝の痛みがね、着地した時に出なくなります。なので、まあ、歩いた時とかね、階段上り下りとかでは、でも着地した時にね、この膝の痛みというのはいろんなパターンがありますので、足がね、こう上がった時に痛いっていう人もありますね。途中で痛いという人もいるし、着地した時に痛いという人もいる。その後ね、こっちで痛いとかいう人もいるんですね。いろんなパターンがありますけども、着地した時に痛い人はですね、この中殿筋が硬い傾向がありますので、ぜひですね、やっていただいて、ちょっとずつちょっとずつね、痛みがなくなるぐらいね、ストレッチしていただけるといいかなというふうに思います。で、またやってみて分からないことありましたら、コメントやメッセージいただけると嬉しく思います。LINE とかメールが確実です。で、まあ、根本的にね、こういう風に改善したいなという人はですね、根本的に改善するためのですね、動画講座っていうのを、未公開の動画ですね、を
未公開の動画講座っていうのがありますので、下のね、説明欄のところ、パカッとね、逆三角形の下、説明欄パカッと開きますので、そこに、メールか LINE で登録できるようになってますので、そちらをご覧にいただいて、なっていただきますとね、より膝の痛みが根本的にね、改善するための情報を書いてありますので、載ってますので、そちら見ていただくといいかなと思います。で、また、今回、いいねと思った人は、いいねマーク押していただいて、チャンネル登録していただけると嬉しく思います。ということで今日はですね、膝の痛みがですね、着地した時に出る時の対処法ということでお届けしました。ぜひ、今のゴロゴロストレッチやってみてください。ということで、本日もどうもありがとうございました。